米大リーグレッドソックス1、8ヤンキース。14日、米マサチューセッツ州ボストンフェンウェイパーク。レッドソックスの吉田正尚外野手が14日、本拠のヤンキース戦に5番 DH でスタメン出場し、3打数無安打1四球だった。試合は1-8で敗れた。試合は雨天で開始が1時間12分遅れた。ヤンキースの先発は今季8勝1敗で防御率に、0-4と快投を続ける右腕エルヒル。初対決は2回1し、夕頃に倒れた。4回無視1塁の第2打席は四球。5回2し1、2塁の第3打席は2ゴロで、2打数無安打1四球だった。8回先頭での第4打席は、4番手のゴンサレスにサヒに倒れた。吉田は左手親指付け根の痛みから戦列復帰してこの日で3試合目。前日13日のフィリーズ戦では復帰後初安打を放った。ヤンキース戦に向けては、同地区なので、今年初めての対戦ですし、しっかり勝ち越したいです、と意気込んでいたが、初戦を落としてしまった。